桜井さん主催のTGS の審査員組みたいなやつの飲み会とかオンライン飲みで、なんかもう、他の人はまあ、ちょくちょくリアル飲みとかしてるけど、神谷さんめったに会う機会ないから、神谷さんは確かに。怖い、怖い、神谷さん怖いと思って。それは分かりましたね。近寄りがたいんで。はい。ただ、神谷さんは会うとすごくいい、こう、優しいや、方割なんですと、よ。なんか拍子抜けするぐらい、かわいい。いや、こ の人かそうわいいなんですと思っよ。て。失礼ですけど、可愛らしさありますよ可愛らね。しいですいや、そうなんすですごよ。い。こう世間のイメージと全く違う。全然。おそらくツイッターのブロック数ギネス記録持ってんじゃないかってぐらいの、ブロックしてますけど。いやー、すごい。わかります。でもね、作家性のある人たち、みたいなね。いや、まあ。グループですよね。いや、まあ、そうですか。でか。も世間から見たらそう見えてますよ、富山さん。いや、ありがたいことです。でも、だから、そうですね。いい機会だから、こういう自分の心境みたいな話すと、ええ、自分の、これまでの、生まれて育ってきて、こういう今に至るみたいなので言うと、うん、特になんか自分が突出して何かっていう感じが特にあんまりないままっていうのは、すごい起伏があるわけでもなく、こう何か超尖ってるものがあるわけがないって感覚なわけですよね。その通りです。いや、うん、それはね、面白いことに周りから見ててわかるんですよ。ただ、また普通じゃねえなとは思いますよ。なんかね、凄みの意味が違うというか、例えばさっき言ったね、飲み会で、富山さんって一言も発せずに帰る日もあるんですよ。でもなんかわかります ね。すごくないだって、いや、結構な人数で飲んでようが、5、6人になろうが、一言も発せずに帰る日がある。うんうん、あ、もう言い方を選ばずに言うと気持ち悪いじゃないですか。いや、言ったし、不気味以外の何もでも、で、なんか、写真はずっと撮ってる。あ、そうそう、それ言われる。なんか。今も持ってるけど、カメラ。ね、カメラ持ってるけど。よくカメラ持ってきてて、絶対料理出されたら、ピッ。もうそれが、場がどんなに盛り上がってようが、本人まで盛り上がって参加してるのに、料理が来ると写真をこう、必ず撮るの。で、とにかく写真は撮ってるけど、写真だけ撮って帰るんです。不気味でしょ？すっごい言われるんですよ、それ。がっかりしたのとも言われるし、それで。がっかり？がっかりも言われる。そうなんだ。どれ、とっても楽しいんですよ。時間余ってるし、せっかく。いや、だこのマイペース度合いでしょ。だからそれはやっぱね、普通じゃないですよ、それね。なんかね、でも、まだ、業界ならいいんだけど、うちの子供が小さかった頃、まあ、そういう時って、ママさん、つながりみたいな。ああ、わかります、わかります。ね。はい、そういう。幼稚園とか学校とか。このコミュニケーションというか、普段は接点ない人でも。はい。ありますね。で、その頃、子供が小さい頃、でも僕普通に出勤してた風景。はい。富山さんの旦那さん、なんか、歩いて途中、急になんか、カメラで何もないとこ撮り始めて。あの人なんか霊かなんか見えてんじゃないか。で、その、なんか、かと思ったら、コンビニで、こっちはちょっとマジで心配ないんですけど、コンビニで、買ったなんか、串焼きとかを歩き食いしてるのよ。それダメなんとか思ったけど。なんかね、不思議と業界仲間で一緒に飲んでても、なんかそこら辺の一人旅してる人がふっと一緒に勝手に入ってきたんじゃないかみたいな雰囲気なのね。だからそうやっぱ独特ですよね。いやでもまあ否定はしないというか、なんかそんな風に見えるところは否定しないけど、そうでもないんですよっていうか、だから僕ってめっちゃチーム運営とか、あれでもふわっとしてるんでしょっていう、そんなことないんですよっていうところをね、ちょっと主張しておきたい。いや、それは、僕ね、それは、ふわっとしてるだけじゃねえなと思ったのは、やっぱりこの、独立された時ですね。そうですね。
ね、まあ独立話ですね。独立話、あの、大手から独立して良かったことや悩みなどっていうのは一応。そうですね。だからさっきその、ほわっとしてないな、やっぱりこの人、ほわっとしてるだけに見えるけど、そうじゃないって僕は思ったのは、ちょうどあの、独立されて、はい、あれ結構ね、会社立ち上げるのにも、いろいろ、独自に勉強もされたし、いろんな体験されたじゃないですか。あの、僕連載読んでたんですよ。ありがとうございます。あれ、大意外と。50歳で始めるん、なんだっけな。50歳からのゲーム会社の作り方。作り方みたいな。これはもう。5回か6回ぐらい。6回ですね。2020年ぐらいからやってましたよね。僕あれ楽しみに見て。ありがとうございます。最後もうちょっと最後に読んだのがだいぶ前なんですけど。読みました、全部。はい、あれね、そう。ゲームインダストリー .biz さんって、だから一般の人ってほとんど見てないから。だからあれは一般の人見て、あの、これなんで、ぜひ、視聴者の人ね、あの、日本語だけですけど、ぜひ見てください。すごく興味深いことありますよ。同業の方は意外と見てる人いて、うん、なんかちょっとご意見いただいたり、いろいろね。あれ参考になりますよね。いろいろご苦労もあったと思うんですけど。どうですか？もう1年確か、1年と1ヶ月ぐらい経ちましたね。はい、そうですね。今どうですか？あの、いや、楽というか良かったです。本当に良かったですか？はい、僕の感覚だと独立して昔に戻ったなというか。ああ、なるほど。良き日に。はい、気持ち的には今いい感じですよね、ちょうど。うん、そうです。いいことも悪いこともというか、悪いこともって言っちゃうけど、普通にだから小さいなりの苦労とか降ってくるけど、感覚で言うと、そう、こういう苦労がしたかったっていう感じで。ああ、そんな感じですか。うん、すごく。なんかな、僕、グラビティデイズが終わり、一作目出た後ぐらいからの数年間、結構、なんか、トラさんに煮詰まってる感じがするなと思ったんですよね。その通りです。あの、まあ、まだ、細かく言うにはあれやけど、ちょっと、どうしたらいいのみたいな。ね、なんか煮詰まってましたよね。ブレてる時期がありましたね。すごい迷われてるなと思ってて、で、割と、ね、その、独立するんだ、みたいな話を聞いたときに、まあ、よかったなと思ったんですけど、あれ、あの、ゲーム会社として名前つけたとき最初びっくりしましたけどね、僕あの。何ですか？どうもそのカメラ好きだったからなんかその、そうです。ピンボケのから撮ったんだろうなって。その通り。うん、いや、もともとが、だからボケって、もともとカメラってやっぱりパシッとフォーカスが合ってるのが当たり前っていう時に、なんかフォーカス合ってるとこと、それ以外がボケボケみたいな、だからボケがなんかこう、わびさびっていうか作風でっていうのを、なんかこう、日本の作家が主にやり始めたらしく、それをなんていうかメディアが取り上げて、英語であの BOKEH っていうのがあって、それでボケになったんですね。っていうボケっていう、こういう作風があるよっていう。でそのあたりは、まあ、僕のなんか全く知らない絵もゆかりもない名前つけるのも嫌だしっつうと、趣味のカメラに近いなんかでっつうと、そのなんちゅうか日本人がやったこうわびさびみたいなのが海外に再発見されて英語になったっていうエピソードがめっちゃいいなと思ってあやかろうと。自分の感覚としてはもう全くソニーにいた時と変わんない布陣でやれてる。いや、それはいいことですよね。いや、だから独立できたんですよ。いや、だからそれはこれないので、普通は。全く自分以外まっさらなスタッフでってわけいかないですもんね。はい。そうなんですよ。ちゃんと出資してくれるとこね、ね、一緒じゃなくていろいろ現れたわけじゃないですか。あ、そうですね。うん。で、やっぱ結構ちゃんと価値を見てくれてるんだなっていうのは思いましたけど。まあそうですね。そこも、なんていうかタイミングだと思いますね。いろんな事情で、お互いの思惑というか、まあ、ね。じゃあコラムには書いたから全然いいんですけど、意外と話題にならなかったから、あれだなと思ったけど、だから、
ちょうどだから会社そうやって独立するっていうタイミングで、はい、テンセントさんが、はい、なんていうか新しく、そうですよね、そう、はい、日本のに支援あの出資したいっていう話が、はい、まあ今泉さんです、はいはい、今泉さん、ね、今泉さんって僕サイレントヒルで一緒にやってた、そうですね、あの元コジプロの、そうそうそう、はい、なの で、 仲いいです、まあちょっとお声かけいただいてっていうので、うん、まあ、お互いすごく今タイミング合うんで、そうですね、今泉さんも先生と行かれましたからね、そうです、お金出してもらおうと思って企画しようとするとやっぱり結構気合も入ったんじゃないですか、だっていやそんなガリガリ自分で書くのなんか久しぶりだったわけですよね、あの、うん、そうですね、気合ってわけじゃなくて、なんか久しぶりに普通にゼロから自分でみたいなのやって、いやめっちゃ楽しかったんですよ。なんか本当になんか3つずつ企画考えてみたいな感じで、大きいのから小さいので、まあでは溜まってはいるんですよね、だからずっと、ね、だからソニーにいると、うん、まあ比較的だから小粒な感じだけど面白いと思うんだけどなみたいな種があるのをちょっとアウトプットしてたら楽しいなと思って、そういう意味では今回のこれでちょっと、あ、自分まだやりたいと思ってるしやれるしみたい な、 なんか再確認できるわけですね、はい、すごく良かったです。それが企画3つぐらいあって1個目が攻めすぎてて、さすがに苦笑いされた、 あ、 う、ね、うん、あれまあ言える言えないあると思うんですけど、ダメだったら P 入れるんで、どういう企画だったんですか、あれは。でも概要でいいです、概要で、まあ、概要というか、攻めすぎた企画ってどんな企画なんですか、あの僕は言っちゃいますけど、というか、あの、いや僕が幼少期にすごくショックを受けたやつを原案にした、ほうほうほう、あ、ゲームですか、ショックを受けたっていうのは漫画です、漫画を、あの先生の、はい、を原案にした、こうだから普通にゲームというか、あのもっと、もっと小粒なっていうか、スマホとかの、ほうほう、なんかこう企画なんですか、はい、じゃあゲームジャンル的には何になるんですか、そのアクションとか、いや、アクションアベンチャーだと思うけど、そのストーリードリブンというか、あの、うん、ストーリーなぞって3、4時間で終わるような感じのあれで、はい、だからストーリーが原作だから、ある日大人が子供をっていうところでは、いや攻めてますね、あの子供が大人をならまだなんとなくありそうな気がするんですけど、の子供、逆なんですね、だからどうやって生き残るかっていう子供の話、あ、なるほど、いわゆるあの大人だけがある意味あのゾンビ化するじゃないですけど、そういうことですよね、そうです、うん、なるほど、それで子供のサバイバルものみたいな、そうです、でその時は企画書の上にこう見つかった子供が、あ、すいません、あの攻めすぎですね、あの今ちょっと視聴者の方には聞かせれない表現が入りましたけども、ですね、割とバンナムの中でもいろんなとこ攻めてるねって言われる僕でさえちょっとそれはあの攻めすぎだと思います、あのこれは趣旨できないです、ダメかと思って、あ、ダメかだっていうか、ダメです、はい、あのはダメです、あの、あらゆる決裁権限持ってる僕からしてもそれダメですね。すいません、それダメです。パワポ見せた瞬間の顔色がすごくて、ちょっと待ってください。パワポにひょっとしてそのイラスト的なものが入ってたんですか。いや、あ、すみません、ちょっとあのすごい失礼、失礼です。超ノリノリで書いて、それをあの申し訳ないんですけどアホか。ないわ、それですかね、ダメなんですよね、絶対無理ですから、それすごいな、すごいっすね、まあクリエイターですからね、まあ、どこの世界にクリエイターも行っちゃってる人は行っちゃってますから、そうか、でもそうですか、じゃあ独立してよかったですね、本当に、いや、あの楽しいです、毎日すごく、ハナさんも逆バーですけど、うちもなんていうかオフィス近いんですよ、割と、はい、頑張ればここからなんなら歩くのはいいかな、タクシーでちょっと行けば着くぐらいの目黒にあって、はい、目黒と歩けますね、なんなら歩けます、
あのいろいろ整備しなきゃと思ったけど、なんでかバーができたんですよね。最初バーがあるんですか中に。あ、いいですね。でもこんなんじゃないです。こんな立派なんじゃなくて、ちょこっとした、うん、あでもちょっとしたバーで、はい、ちょっと夜みんなで飲んだりとか。逆にいらっしゃる。あ、いいですね。そこに自爆霊が出るようになるといいですね。トナさん、だって写真すごい撮ってるわけじゃないですか。そう、はい、確かに1枚ぐらい写んないですか。写ったことないですか。どうです。いや、ないと思います。そうなんだ、ね、写真すげえ撮る人にかけてこれなんだよな。何もですよね。そう、プロのカメラマンとか ね、そんだけ撮ったら1枚ぐらい撮れませんって、撮れませんって言うからね。いや、だから写ったら写る理由があるん。そうなんですよね、うん、カメラって意外と知られてないことが多い。いや、逆に写ったらって言って、昔のフィルムならまだロマンがあるけど、CMOS に例って写るんっていう、あの、いや、だから、それいい子なしですよ。あの、いや、だから、そうなのって、あの、僕、とある雑誌の副編集長に聞いたんですけど、とある雑誌です、はい、そのいわゆる心霊写真とか投稿される。で、やっぱりその一眼レフブーム、僕ら子供小学校ぐらいの時のお父さん、はい、自分たちのお父さんの世代の一眼レフブームの時にすごい投稿が増えてますって言って、心霊写真の。でそれが全部経文社のあの、はい、心霊写真大百科に載ってるわけですよ。で、その第2次心霊写真ブームっていうのがあって、はい、それがいわゆる、まだ今でも売ってますから、写るんです。はいはい、あの富士フィルムの。写るんですが、めちゃめちゃ世の中に普及した時に、第2次、心霊写真ブームってのがあったんですよ。で、なんとですね、これはあの、おっしゃる通りで、あの、デジカメの登場によって、その投稿数が一気に激減するした時期があるんです。そうです、そうです。なんですけど、第3次が来るんですよ。これ何だと思います？第3次が来たんですよ。わかんないです、わかんない。Windows95 出たじゃないですか。はい。Windows95、98あたり、あそこら辺にもう一回ピークが来るんですよ。なんで？ Photoshop の登場です。おお。あれで投稿数がすごい増えたんですよ、やっぱり。フェイク。ちょうどその頃、レイヤーが使われるようになった時期です、ね。そうです。あの、ある意味、誰でもできるようになった、はい。角田二郎先生は逆に、それでもう、うん、あの、鑑定やめたって言ってましたけど。あ、そうなんですか。あ、お話聞いたことあるんですか。いや、違う、記事で読んだんですけど。記事で書いてました。そう、あ、偽物が多すぎて。そうです。だから本物が分かんなくなっちゃいますもんね。うんまあ、10万点ぐらいだったら1点ぐらい本物があるんでしょうけど。いや、でも昔はなんか裏返しててもこう感じるとか言うてらしたんだけど、はい、何だったんだろうなっていう。あの、でも、心霊写真感じるんですかって言ってましたよ。おい、伏せてても。不思議なもんですね。そう、どういう仕組みなんだろうな、それは。富山さん、この映画面白いよみたいなのあります？仮面ライダー龍騎エピソード5。エピソードファイナルはいいですよ、すごく。あ、そうですか。はい。予想外だった、ね。いや、ちょっと今のは。そっちか。旧ナムコって、あの、軽井沢に保養所があったんですけど、すごい人いるんですよ、あの、某ソウルキャリバーの某プログラマーは、うん、その、軽井沢の保養所のある場所から、この先はいけない。普通の道ですよ、うん、ダメだどうしてもダメだっていう。でも周りは何にもないわけで、いや行けますよってちょっと行くんだけど、絶対に行けない絶対に行けないって言って、プログラマーだからなんだよ、そのプログラマーとある意味プログラマーね、こう01の世界でやってる、なんかそういう感じじゃないけどやっぱり感じるらしくて、うん、絶対に進めないっていうからめっちゃ迂回するみたいな、うん、そういう人もいるんで、あ、なんか同じ見えてる景色でも多分処理してる脳の構造が違うんでしょうね、あれね。そうよ、だからせっかくあれなんだよ、なんで持ちネタなんで喋っていいですか。どうぞどうぞ。まあ、サイレンっていうゲーム作ってっつんで、取材というか、あのメディアのあれとかで会った人で、まあ、廃墟探検家の方がいらっしゃる、紹介されて、今度うちらのなんていうか活動一回混ざってみますかって言われて、でも、まあ、廃墟散々行って実はちょっと飽きてるんですよって言われて、うん、今ちょっと樹海が来てるんですよねって、樹海探検今度やるんですけど
一緒に同行しますかって言われて、うん、いや行きます行きますっつって、でもその時もちょっと舐めてたというか、樹海中でもってだけど、ちょっと何の音？車です。あ、びっくりした。原さん、もうやめてくださいよ。いや、だって聞いたことない。俺ここに長くいるけど、こんな音聞いたことないからびっくりした。車です。はいはい、車。